姫路市の小学校では2学期の始業式が行われ、短い夏休みを終えた児童たちが元気な姿を見せました。このうち姫路市の野里小学校ではマスク姿の児童たちが元気に登校しました。始業式は新型コロナウイルスの感染対策として校内放送で行われ、児童たちはそれぞれの教室で話に耳を傾けました。姫路市では新型コロナウイルスの感染拡大による休校に伴い、小中学校の夏休みを当初予定していた42日間から小学校16日間、中学校9日間に短縮するなど、過去最短となりました。泊まりに行った。どこに泊まりに行った？ばあちゃんとこ。ばあちゃんとこ。学校のこと忘れてもって、もう行きたくないな。そうか。ありがとう。ずっと家に降りたかった。川に行きました。泳いだり歩いたりしました。去年よりも短くてめちゃくちゃ暑かったけど、暑い中プールもないけど、まあ、涼しいところとかいっぱい行けたし、まあ、いろんなところ行けたので良かったと思います。小学校最後に友達といろいろ夏休みの思い出作って、それを終わりたいなと思ってたけど無理やった。姫路市内の小中学校では1週間あたりの授業時間数を1コマ増やすことで学習の遅れを取り戻したいとしています。